空中戦闘機動とは、戦闘機が空中戦の際に使用するマニューバーである。短期、または複数機によるマニューバーがある。航空戦術に含まれる。初めて航空機が戦争の道具として実戦に用いられた第一次世界大戦の複用機の時代から、敵対する敵機に対抗する戦術として発展した。第一次世界大戦当時のドイツの激通 マックス・インメルマンによるインメルマンターンなど、現代戦でも通用するものから、現代的なジェット戦闘機の中でも特殊な機体にしか運用できない、クルビットなど滝に及ぶ。この種の空中戦闘機動は、第一次世界大戦中に橋を発し、史上最大の大規模空中戦が行われた第二次世界大戦中に最も発展した。 しかし航空機技術が進歩しジェット機が開発され、高速化が進み、レーダーやミサイルが発達した現代においてはすでに、時代遅れで使えなくなった軌道もあり、またフライバイワイヤーによる運動能力向上機の登場により、かつて予想もしえなかった新しい軌道が見出されるなど、いまだに日進月歩の途中にある。空中戦闘軌道には、 敵戦闘機と対峙した場合の攻撃法と爆撃機に対峙した際の攻撃法が含まれる。また、敵機に襲撃された際の回避法、動き方の概念も含まれる。このため軌道と戦術は密接に関係している。機動戦術は大まかに。ありがとうございます。